緊急事態宣言を東京や大阪など19都道府県で今月30日まで延長する方針で決定しました。一方でワクチン接種が行き渡る11月をめどに緊急事態宣言が出ていても会食や県をまたぐ移動などができる行動制限の緩和策をまとめているということです。さてここからはテレビ朝日政治部の野中理沙記者に緊急事態宣言延長の背景や行動制限の緩和策の具体的な中身などについて解説をしてもらいます。野中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初になんですが東京大阪など19の都府県、緊急事態宣言延長ということになりました。野中さんやはり、まだこのタイミングで解除というのは難しかったんですかね。そうですね、まず病床の逼迫が依然続いていることとあと重症者数がまだ多いというのが今回延長になった主な理由となります。新規感染者数はかなり減少傾向続いているんですが病床使用率とあと重症者用の病床ですね、この使用率がかなりこう都市部を中心に高い水準で推移しているという現状があります。昨日開かれた政府の新型コロナ対策分科会で緊急事態宣言解除の基準が示されたんですが主に2点ありまして、1つが病床使用率が 50% 未満となること、もう一つが重症や中等症の患者数が継続して減少傾向にあること、この2つが示されました。今回これにのっとって解除の判断をしますと12日で解除できる都道府県はほとんどなかったということになります。なるほど、はい、また政府関係者がですね、都道府県の知事が9月後半に控える連休で人出が増えて感染者数がまた増えてしまうことを心配していたと話していまして、はい、知事らの意向も踏まえて今回延長という判断になったと言えると思います。ですから本当にそのいわゆる新規感染者の数というところだけで見て、減ってきているからもうそろそろいいんじゃないですかということではなくて、その他の数字、病床使用率、重症中等症の患者数、こういったところを見てもまだそのタイミングではないということなんですね。野中さん、これはねすごくよくわかるんですが、一方でやはり緊急事態宣言というのも、もうね何度も出てますし、でやっぱり今回も延長かっていう風なところもあって、先ほどね都道府県の知事は9月後半に控える連休人出が増える、これを心配しているっていう風な声もありましたけども、正直その緊急事態宣言が出てるからっていうことで控えるっていう判断が薄くなってきてるんじゃないか、いわゆるこう慣れみたいなものがどうしても出てきてるんじゃないかなという風には思うんですけども、この点についてはどうでしょう、何か政府関係者から声聞こえてきますかね。そうですね、この国民の慣れというのはかなり政府も指摘再度されてましてかなり意識しています。実際8月のお盆の時期は人流減ったんですが、お盆が明けてさらにこう9月になるともうどんどん人出は増え始めてしまっています。ただこの緊急事態宣言を続けることの効果というよりも、この緊急事態宣言を解除してこう開放感ですとかそういったものが国民に広がってこう緩んでしまうということを懸念して今回延長したという側面が大きいのではないかなと思います。なるほど、つまり出しているということよりもこれを解除しますよって言ったことへのメッセージ、これが与える影響の方が大きいんじゃないかっていうことなんですね、判断としてね。そうですね、ただ野中さん、そうした中で10月以降ですね、まだこれこの先の話ということだと思いますけども、そのワクチンを接種していることを前提に緊急事態宣言が出ていても行動緩和というふうな、行動制限を緩和するというふうな話も出てきました。こうなってくるとちょっと改めてですけど、今国内のワクチンの接種状況っていうのはどんなふうになってるんですかね。そうですね、昨日時点の政府の発表ですと2回接種が終わった人65歳以上ですと 87% ですね。でさらにこう若い世代も含めた全人口になりますと 49% ですので、まだ半分にもいってないという状況になります。なるほど、ですからこれがそのねワクチン接種を前提とした行動制限の緩和、当然そのためにはもうワクチンを少なくとも打ちたいという人はもう打てているという状況にねある程度なっていないといけないでしょうから、
この数字がこれからどこまで上がっていくのかというところだとは思うんですけども、野中さん、その行動制限の緩和ですね、これ具体的にはどういうことがどういうふうに緩和されるっていうふうに今言われてるんですか？そうですね、まず飲食店への緩和と、あとイベント制限、あと県をまたいだ移動、まあ、旅行なども近いうちにもう少ししやすくなる状況にはなると思うんですが、主にこの3つの要素がこう緩和の検討の訴状に上がっているということになります。だから今できないこういうこともこのワクチンの接種ということが進んでいけばできるようになるかもしれないということなんですね。これ野中さん、感染対策ワクチン検査パッケージの活用が条件というふうに今画面でも紹介してるんですが、このワクチン検査パッケージっていうのは改めてどういうものなんでしょう？いわゆるワクチンパスポートと言われてきたようなものなんですか？そうですね、まずこのワクチンを接種済みの人、またはこのいろいろ体質的にワクチン接種できない人とかもいますので、そういった人はこう PCR 検査などを受けて陰性だと証明されれば、ワクチン接種を2回受けた人と同じようにこの行動制限の緩和の対象になるというような、そういったイメージで今緩和策が進められているということになります。なるほど。実際ね、この、ワクチン検査パッケージというところに関しても、そのワクチンを2回接種して接種証明書というふうな話だったり、QR コードを活用してというふうな、でスマホなどで QR コードを活用してっていうふうな話も出てましたけども、これどうなんでしょう、野中さん、そのあたりこうどんどん具体的な話っていうのはこれから決まっていくんですか、出ていくんですかね。やっぱりそうですね、このワクチン接種証明というのはもうイコールワクチンパスポートで、2つ言い方があるという状況なんですが、こう今だとこのワクチンパスポートはこの海外に渡航する予定がある人にのみ紙で発行されているものなんですが、これは12月にはもうオンラインで発行するという方針が決定されました。で今おっしゃられたようにオンラインというのはこのスマホで QR コードを表示する方法が検討されているんですが、このオンライン化されれば海外渡航時だけではなくて国内でも活用したいというのが政府の考えなんですね。その活用の一つ、その活用の中のに飲食店での緩和策ですとか移動の緩和、あとはイベント、学校行事などそういったものが含まれているということになります。あれですか、ココアとか使うんですかね？いや、おそらくですね、また別のシステムを作ることになるのではないかなと思います。せっかく作ったのにねと思いますけど、なかなかあれをまた活用というのも難しいんでしょうかね。ただ、まあ、確かに野川さん、そのこの緊急事態宣言、今ねコロナの時代というのがずっと続いていて、どこかで何かの形で動かしていかなきゃいけないというのは間違いないことだとは思うんですけども、これがやっぱりどのタイミングでそうなるかっていうところ、これを間違えてしまうとまた行動を逆に言えばさらに制限しなきゃいけない状況が悪化するっていうことも想定しなきゃいけないわけですもんね。そうですね、おっしゃる通りですね、このワクチン接種が進んだ段階でという前提のもとでこの行動制限の緩和策考えているんですが、今回こう政権が切り替わるということもあって、今日の会見でですね、もう何月何日から緩和しますということを発表するのはできないのではないかと思うんですが、このそうですね、各国、まあ、6割ぐらい2回接種が終わった段階でこう壁にぶつかると言われていますので、6割7割ぐらいの人がワクチン接種済んだ段階でこう具体的にいつからだったらこのワクチン接種を前提とした行動緩和を進められるかというところを考え始めるんだと思うんですが、まあ、ただワクチン接種をしたからといって感染がゼロになるというわけではないので、政府としてはこのワクチン接種と、あと今治療薬の普及も進んでいますので、これら2つが合わさることでこうインフルエンザのように治る病気になるというふうに考えているんですね。なので感染がゼロになるから行動緩和を進めるというのではなくて、もう治る病気になるから社会経済活動と感染症対策を両立させていきたいというのが政府の方針になります。なるほど。視聴者の方からも今コメントもいただいてまして、
年末までの対策計画は考えられていますかというふうな声、来年まで延長にしないとハロウィンクリスマスで出回るよというふうな声もあります。やっぱり野永さん、この辺ですね、その人流がおそらく何もしないと増えるであろうイベントというのがこれから年末年始にかけてね、当然あるわけで、まあそこをどうしていくかですよね。そうですね、まあイベント、そういったこう娯楽的なイベントもこの社会経済活動の一環ですので、こうかなりこの半年間ですか、経済傷んでますので、政府としてはこう再開させていきたいという思いもありますし、今こう世界的にかなりこう社会経済活動と感染症対策の両立という方向に舵を切り始めているので、こう今日本だけこう感染症対策だけにこう振り切ってしまいますと世界の流れに取り残されてしまうという懸念もありまして、こうやっぱ徐々にですね緩和していきたいというのが政府の考えのようです。ただ野中さん、そうなりますと、これ視聴者の方からのコメント、未だに打ちたくても打てませんっていうふうなコメントもあるんですけども、こういうふうにその1回目2回目っていうところでまだ打ちたいんだけども打てないっていう人がいる中で、一方でご高齢の方、65歳以上の方なんて特にかもしれません、その早めに打った人っていうのはもう自分の中の抗体が減ってきて3回目を打ちたいんだけどっていう人が、まあおそらくこの先そろそろ出てくるんじゃないかなっていう気もするんですけど、この3回目のワクチン接種っていうのは今日本ではどんなこと考えられてるんでしょうか。そうですね、もうまさしくおっしゃる通り、今日ちょうど先ほどぐらいですかね、分科会の尾身会長もブースター接種、いわゆる3回目接種を行うことを検討してほしいと政府に伝えたと記者団に明らかにしていました。でさらに厚労省もですね、7日ですかね、田村大臣がアメリカのノババックス社製のワクチンを2022年度に1億5000万回分供給を受ける契約をしたと発表していまして、このノババックス社のワクチンというのは3回目接種を念頭に開発が進められているワクチンですので、このノババックス社製のワクチンが無事薬事承認を受けることができれば日本での3回目接種にこう使われるということになるんだと思います。なるほど、まあ、ですから本当にこういった、ね、コロナ対策というところだけでもいろいろと聞きたいこともあるし気になることもあるしっていう中で、今日これから会見が行われる菅総理ということになるんですけども、ただ野中さん、今日の会見で言えばやっぱり総裁選に向けてっていうこともね、質問としてはあるかもしれないんですけど、どうなんでしょう、その辺っていうのは会見の中で触れられそうなんですか。そうですね、もう先週ですね、菅総理自身が来週にも会見をしたいと言っていましたので、今日はもちろんその点についても言及があると思います。さらに政府関係者もコロナに関連する質問と対人に関連する質問両方出るというのはもちろん分かっていると話していましたので、こう両方ですね、説明する準備を進めているんだと思います。ただ先週菅総理ぶら下がりでコロナ対策に専念したいということで今回自民党の総裁選に出馬しない旨を発表していましたので、はい、こう報道でこう散見されるような党役員人事がうまくいかなかったから退陣するしかなかったというような、そういった話が出てくる可能性は、まあ、ないのではないかなと思います。菅総理自身もその総理を辞める退陣するっていうことに関しては、まあ、おそらく前回と変わらずコロナの対応に専念するためにっていうことに、まあ、もしかすると終始するかもしれないということですね。なんかこうコロナの対応に終始するんであれば、もうでも総理大臣辞めちゃったらそれできないんじゃないですかっていう気もするんですけどね。なかなか、まあ、どんな風な、ね、話が出てくるかというところはちょっと気になるところですけども、野中さん、例えば会見の中で菅総理が今日総裁選では誰々さんを支持しますというよう なんか そんな話とか出てくる可能性ってあったりしますか。そうですね、すごい気になるところだと思うんですが、こう誰かこう個人名を言って支持するという発言をすることはちょっと考えにくいかなと思います。ああ、そうですか。はい、というのも取材していますと菅総理は神奈川県選出の国会議員ですが、同じく神奈川県選出でさらにこう一緒にワクチン行政を進めてきた河野
大臣を支持する意向のようなんですが、今日の会見で菅総理が河野大臣支持すると言ってしまいますと、こう後継指名というふうに捉えられてしまいますので、今回こう退陣の経緯もあれ考えますと、こう表立って自分が後継指名のようなことをすることがこうプラスに働くとは考えていないようですので、こう誰かの名前を具体的に挙げるというのは考えにくいかなと思います。なるほど。その菅総理、この後夜7時から会見の予定になっています。野中記者にはこの後その会見の直前ですね、番組の後半でも、視聴者からの皆さんからのコメント質問とともに、また解説をしてもらいたいと思います。野中さん、ひとまずありがとうございました。はい、ありがとうございます。